大型連休中の JR の利用状況がまとまりました。5類移行直前のゴールデンウィーク、岡山、香川ともに利用客は増加しています。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線の利用は157万5000人と、前年同時期と比べ 1.3 倍近く増えていることが分かりました。コロナ禍前の2018年度と比較しても96% まで回復しています。また在来線の特急では前年と比べていずれもおよそ 1.3 倍の乗車があったということです。一方、 JR 四国では瀬戸大橋線が24万4400人と前年同時期に比べ 1.26 倍に増えました。コロナ禍前の2018年度の 90% まで回復しています。 JR 西日本と JR 四国はコロナの5類移行が決まっていたことなどから旅行の機運が高まり利用が増えたと分析しています。